日本では月の模様はしばしば餅をつくウサギに例えられるが、プロセラルム盆地は耳を覗いたウサギの全身とウスをすべて覆っている。クレメンタインによる月面地図成形180度から統計180度。真ん中が四号線である。この地図を水平方向に4等分した時中央の2枚が地球から見える表側である。地図中央の大きな一階の黒い影が プロセラルム盆地である。プロセラルム盆地とは、月の表側にある盆地である。プロセラルムは、ラテン語で、嵐ののい。プロセラルム盆地は、1974年に、シェフィールド大学の PH カドガンによって、その存在が提唱され、さらに1981年に、NASA のーウェン・ウィテカーによってその説が強化された。カドガンは、当初、ガルガンチュア盆地という名称を提案したが、 ウィテカーから月面の衝突盆地の名称にはその領域に含まれる月の海の名前が付けられるのが通常であるとの指摘を受けている。その後、最大の海である嵐の太陽の名前にちなんだプロセラルム盆地と名付けられた。プロセラルム盆地は直径が約3 0 0 0トルもある巨大な盆地である。その正体は月自身の大きさの 約86%もある巨大な衝突盆地という説が提唱されている。この大きさは月の裏側にある南極エイト圏盆地の約2 5 0 0トルを抜き、月の中で最大であり、太陽系でも最大級の衝突地形である。この直径は地球に置けば日本列島がその中に収まってしまうサイズである。南極エイト圏盆地は、 月の裏側にあるため地上からは見えないが、プロセラルム盆地は月の表側にあるため観察できる。プロセラルム盆地の中には直径 1145km の雨の海があり、プロセラルム盆地が形成する衝突が起きた後に、雨の海を形成する衝突が起きたことを示している。ちょうど餅をつくうさぎに見える模様を、耳に見える部分である豊かな海の一部と幹の海の全てを除き、 残りの全身を覆う形で存在する。また、薄に例えられる雲の海などもこの中に収まっている。プロセラルム盆地の起源は、直径が約3 0 0トルもある巨大な小惑星の衝突によって生じたと考えられている。月の表面で暗く見える月の海は、玄武岩質の岩石で覆われた地域で、他の場所と比べて低地である。海は、 形成したばかりの月内部で放射性物質の放射性改変熱で溶けやすい玄武岩マグマが地表に噴出した後であり、クレーターのような低地が海の形を決めたと言われている。明るく見える部分は海などより高い高地である。これまでの数々の月探査によって月の表側と裏側では海と高地の比率だけでなく地殻の厚さやトリウムなどの放射性物質の量に 違いがあることが分かった。特に近くは表側では薄く、裏側では厚いため、月の形状的重心と質量的重心はずれており、月が常に表側を地球に向ける光点が安定する原因となっている。このような違いは、プロセラルム盆地が実は巨大な衝突によるクレーターで、この大衝突で地形が変化したり、飛び散った物質によって、 このような月の表裏の二面性を作り出したと考えられてきたが、これまでそれを裏付ける科学的な証拠がなかった。2012年に産業技術総合研究所は JAXA の月周回衛星の家具屋が調べた可視的外線反射率スペクトルのデータを用い、月表面にあるカルシウムに乏しい軌跡の分布を調べた。低カルシウム軌跡は近くを貫いて、 マントルの一部を溶かすほどの大規模な衝突で溶けた衝突用有物が固化した際に多く含まれていると考えられている。その結果、同じく巨大なクレーターである雨の海周囲部、南極エイト圏盆地内部、プロセラルム盆地周囲部に低カルシウム奇跡を20%以上含む物質が存在することが分かった。このことからプロセラルム盆地は衝突盆地であり、 衝突の衝撃で表側にある高地を吹き飛ばした原因となった。また、近くの厚みを薄くすることによって深部の圧力が下がり、月内部の玄武岩質マグマが噴出しやすくなり、噴出したマグマが固まって海を形成する要因ともなった。その結果、現在のような表と裏の二面性を生じる原因になったと考えられている。プロセラルム盆地が太陽系で最も大きな、 クレーターか田舎は定かではない。これまでで天体の衝突が生成の原因だと分かっている。最も大きなクレーターは南極エイト県盆地の 2500km、ついで火星にあるヘラス平原の 2300km であった。プロセラルム盆地はこれらよりも大きい。科学的な証拠が提示されていないものとしては、火星にある北極盆地は 1 6 0 0トル8 5 0 0トルという途方もなく大きなクレーターではないかという説がある。また、同じく火星にある約3 3 0 0トルのユートピア平原もまた衝突盆地ではないかと言われている。ちなみに、木星のガリレオ衛星の一つであるカリストにあるバルハラ盆地は本体部分が 直径 360km であるが、衝突の衝撃に由来する多重のリング構造が最大直径 3800km まで広がっている。また、クレーターと月自身の直径との比率は約86%であるが、これは極端に小さな天体にあるクレーターを除けば、小惑星ベスタにあるレアシルビアの約96%に次ぐ比率である。プロセラルムは、 ラテン語、プリチェラ、嵐の複数属格形。いずれも、国際天文学連合の定める公式な名称では、ない。国際天文学連合のワーキンググループが、名称をつけているクレーターで最大のものは、ヘルスシュプルングである。カドガン、PH、オルディスト・アンドラージストル・ナーベイスン、ネイチャー250,315から 316, ドイ、10.1038。 25315A, 例ノーマンクレイチャーサーチリザルツ。ギャザティアオブプラネタリーノーマンクレイチャー IAU 2015年1月16日閲覧。ありがとうございます。